韓国メディア。安倍首相がニューヨークでまた、韓国は約束を守れ、がネットで話題。内容はこちら。安倍首相がニューヨークでまた、韓国は約束を守れ、と述べたようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。安倍晋三首相は25日、米ニューヨークでの記者会見で、韓日関係の悪化に関連して、韓国には、まずは国と国との約束を守るよう求めていきたい、と述べた。安倍首相は両国関係の悪化、特に輸出規制の強化が、両国と周辺国の経済に及ぼす影響について尋ねる外国記者の質問に対して、輸出管理と徴用工問題は全く別だとし、合わせて安全保障上問題ないことが確認されれば、輸出を承認してきている、と述べた。安倍首相は、徴用問題に対しては、戦後処理の根本を定めた日韓請求権協定を放置するなど、国と国との信頼関係を損なう行為がある、と主張した。安倍首相の主張はただ一つ、約束を守れ。以上。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。つまり、65年協定が全てとずっと言ってるわけで、その時点で、全て日本としては終わってる話ということだわ。あとは韓国内の問題で、日本があれこれ言う必要もないという意味ですね。その通りです。とにかく終わってる話であり、約束を守りなさい。その一点です。次はこちら。安倍総理は世界の常識から見れば当然のことを言っただけ。韓国の言っていることに正当性は微塵もない。韓国政府が、いや、約束は守っていると言えないところが、韓国メディアも悔しいところなんだろうね。日本政府が言っていることは、国と国の間の信頼関係の土台だからね。国際的な観点から見ても、国と国が結んだ条約を一方的に破棄すること自体、おかしな話なのです。韓国側の主張がおかしいのは、世界中の誰が見ても歴然のことと思います。次はこちら。国と国の約束が守れないなら、相手にはできない。日本政府として、他に韓国に伝えるべき言葉はない。国と国との約束が守れないのであれば、韓国とは何も約束ができないということになります。だからこそ、約束を守れただ一点なのです。それが守れない以上、韓国とは何を話しても無駄だと思います。最後はこちら。安倍首相の正論に、約束を守らない韓国の反論を聞きたいものだ。反論、できないでしょうね。結論。韓国さん、簡単なことです。まずは、国と国との約束を守りましょう。話はそれからです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。